はい、こんにちは。今日はいよいよモスクワですね。今出てるのが市街地なんですけども、この、救世主ハリストス大聖堂がここですよね。でちょっと近くにこのモスクワ大学があります。でこの救世主ハリストス大聖堂のちょっと近くにですね、赤の広場とかクレムリンがあるわけですね。この辺だと思いますね。あのクレムリンっていうとね、あのよくイメージとしたら大聖堂っていうかね、あのこう丸い帽子のとんがり帽子みたいな、あれはですね、これね、多分聖ワシリー大聖堂っていうものだと思いますね。聖ワシリー大聖堂とかですね、近くにまあ聖堂、あのキリスト教の教会ですよね、それが結構あるんですけど、それがバックにあるからそう見えるのかな。クレムリン自体もそれなりの建物なんでしょうかね。まああのとにかく東方教会のね、まあ、カトリック教会というのはあの1050年ぐらいにですね、東西に分裂、これシスマっていうんですけど、西と東の教会に分裂したんですね。まあ東というのは当時のビザンツ帝国、まあ、今のイースタンブールですね、当時のコンスタンチノープルを中心とする教会と、西はローマを中心とする、東西に分裂しましたね。まあ、あのそれ以前にローマ帝国自体が東西に分裂してましたから、まあ、それに付随してっていうような感覚でもあるんでしょうけども、お互いがお互いを破門するんですね。であれ東西大分裂がね、確か解決したのはね、最近のことですよ。確か2000年代に入ってからじゃないかな。うん、あの和睦をしたんですよね、お互いが。で今あのイスタンブールっていうとね、トルコでイスラム教になっちゃってますから、あの東方教会の、まあ、大黒柱はモスクワってことになってるんですよ今。うん、モスクワ大公国が、まあ、そもそもあの1453年に、ビザンツ帝国っていうのはイスタンブールに滅ぼされま、あイスタンブールじゃなくてあのオスマントルコに滅ぼされましたんでね、その段階でもうトルコのトルコ人の領域になっちゃってるんですね。イスタンブール、コンスタンチノープルというのはもう陥落してますから、だからその時点で東方教会の主はですね、まあある種モスクワの方に行くんですよね。まああとはそのギリシャ正教会っていう、まあもともとはその東方教会の一大勢力があったんですけど、まあだから教義もね微妙に違うんでしょうかね。ちょっと私はその辺詳しくないんですけどね。まあそれの大聖堂がいろいろあるということなんですね。赤の広場とか、まあこの辺だと思います。この聖ハリストルス大聖堂のちょっと、北北東になるのかな、うん、ちょっとこのゲームではタグが売ってありませんね、どういうわけか。まあ対ロシアでちょっとこのゲームね、マイクロソフトの、まあ、アメリカのゲームですけど、中国とかロシアの方にはねタグがものすごく少ないんですね。まあその辺やっぱりこうアメリカのゲームって感じがしますよね。あんまりそのタグを、中国なんかもっと北京なんか行ったらあの観光名所とかあると思うんだけど、本当に紫禁城とかねちょっとだけだったんですよね。モスクワもねあんまりこうモニュメントに対してタグが打ってないん で多分手作りの建物なんかもすごく少ない。普通クレムリンとかだったらね絶対タグが打ってあるなきゃおかしいんですよ。うん、だけど全然ないんで、
多分上空を飛んでもね、大聖堂とか再現されてないかもしれないですよ。聖ワシリー大聖堂ってクレムリンのすぐそばにある聖ワシリー大聖堂っていうのが あるんですけどね。このハリストス大聖堂っていうのは、まあ、一応再現されて手作りで作ってるみたいなんで、でこのモスクワ州立大学も一応建物をですね手作りで作ってるみたいなんだけど、全然他にないんですよ。ほらこうやって見ても分かる通り、飛行場はあるんですね。飛行場っていうのは国際コードがつけられてますから、確実に分かるんですよ。それはそういう国際的な飛行空港の、まあ、連盟みたいなもんがあるんで、位置もどんな感じかも分かってるから、中国もロシアもですね、全部飛行場に関してはちゃんと作ってあるんですね。だけどモニュメントに関しては、まあ、マイクロソフトの、まあ、ある種気まぐれでやってるんで、あんまりだから東側の諸国に関しては真剣にやってないんですよね。だからそこがちょっと残念なところなんです、このゲームのね。うん、アメリカとかヨーロッパとか日本とかはすごく友好国だから力を入れているんですよね。だから手作りなんかでも建物をグラフィックで 3D グラフィックで作って配置してるんだけど、これモスクワなんかも2カ所ですよ。このハリストス大聖堂とモスクワ州立大学だけでしょ。これおかしいですよね、こんな歴史のある町なのに。クレムリンすらタグ打ちされてないっていうね。まあちょっとその辺がこのゲームのね、別にいいと思うんですけどね、そんな歴史的な、なんかロシアの許可を得る話だとは思えないんだけど。ほんでね、このまあロシアですね、これちょっと引きで見てみますと、まあヨーロッパからはだいぶ遠いわけですよね。でね、このモスクワっていうのを攻めた人を、歴史上の人物で、まあ、ナポレオンもそうですしヒトラーもそうですけど、みんな失敗してるんですけど、一人成功した人がいますよ。それは誰でしょう。これ分かる人いるかな。それはね、バトゥです。モンゴル帝国のチンギス・ハーンの息子ジュチっていうのがいましたが、このジュチの次男ですね、バトゥっていうのが、まあ、こいつがすごい軍事的な天才なんですけどね、このバトゥーっていうのがモスクワを陥落させてますね。で、近くにウラジーミルとかあるんですけど、当時はそっちの方が大きい町だったのかな。で、その辺の全部征服して、いわゆるタタールの区引きですね、スラブ人の大半がモスクワも含めて全部ですね、カスピ海の方からもう全部モンゴル人の奴隷になってしまったんです。まあ奴隷っていうかね、支配下に置かれちゃったんですね。まあ要は年貢を納める立場になっちゃった。まあこれをタタールっていうのはモンゴル人のことなんですけど、タタールの区引きと言います。1200年代から1500年ぐらいまでかな。うん、まあモスクワ大公国とかが軍事的にどん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 独立を勝ち取っていってですね、で最終的には独立を達成してするまでですよね。多分1500年代イヴァン来帝とかね、ああいう多分辺のあたりで独立を果たしていくんですね。まあ、実力がついていくと、やっぱ実力通りにですね、年貢を納める必要がなくなりますんでね、年貢を断ってもモンゴル軍が攻めてこれなくなるともう独立できるわけですね。うん、このバトゥーというのがね、モスクワを陥落させましたね。まあバトゥーというのは東の方からやってきた点がね、ナポレオンとかヒトラーとは違うんですけど、だからモスクワというのは案外東から攻めると弱いのかもしれませんね。うん、というのはそれ以上逃げられませんからね。モスクワがなんで力強いかというと、最悪この東のウラルの方に逃げれるっていう余裕があるからいいんだけど、
東の方から攻めてこられるとですね、もう逃げられないですよね。もっと言ったらヨーロッパの方に行ってしまいますから。だから余裕がなくなりますよね。まあそういう面もあるのかもしれませんね。まあこのクレムリンの近くの高層ビル街がね、最近ドローンで何回も爆発騒ぎが起きてますね。まあ今日のちょっと調べたらですね、南部戦線のトクマクの上の方のボロディネのライン、まあ、ボロディネは占領、ウクライナ軍が占領してやっとですね、その第一塹壕戦までたどり着いたんですね、ウクライナ軍が。まあ、その前に第ゼロ次と呼ばれるですね、塹壕戦も防御戦があったんですけど、それはもうとっくに通り過ぎて、まあ、一応第一次塹壕戦、ここが今攻防の、最前線になっています。ほんでね、結構、まあ、ここを突破するとですね、それより後の第2第3の防衛ラインというのはかなり余裕がないんじゃないかと見てる人が多いですね。予備軍も少なくなってきてるし、まあ、他のところからかき集めてくるから、またまだ油断はできませんけどね、第一次防衛線を今争っているところを突破すると雪崩を打ったように崩壊するんじゃないかと見る人もいます。まあ、そう、異論もあるんですけどね。で、実際ですね、トクマクまで行かなくても、まあ、トクマクまで20キロぐらいのとこまで来てるんですけど、トクマクまで行かなくてもハイマースを進出させればですね、後方の補給線をかなり叩くことができるので、トクマクまで行けば完璧ですけど、行かなくてもですね、ある程度ハイマースで補給線を叩くことができるようになるんでね、もうすぐ。そうするともうクリミア半島はかなり厳しい状況に、まあ補給的にですね、厳しい状況になるんではなかろうかと言われていますね、今。だから向こう1ヶ月ぐらいの攻防戦が、まあ、非常にこう重要になってきますよ。うん、トクマクまで必ずしも行かなくてもね、まあその今前線にある第一次塹壕戦を突破すればね、まあかなりウクライナ軍が優勢になっていく可能性があります。で、そうすると当然ですね、もうロシア軍としたら他のところから兵力をかき集めて移動させてこないといけないんで、例えばヘルソンの方が弱くなったり、バフムートの方が弱くなったりする、あとは虎の子の予備軍団なんかが出動せざるを得なくなるんで、もうそれ以上予備がなくなってきたりするわけですね。まあだん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 厳しい状況に追いやられていくんですね。だから私はね、F-16 が来年の夏とか言ってますけど、まあそこまでいらないんじゃないかと思いますね。で、逆に言うと F-16 がもう来ることが分かっているんで、ある種ダメ押しになってますよね。うん、ダメ押しになってます。もうダメ押し的な最後の切り札みたいなものが控えてるから、で、ただでさえ地上戦が厳しいのにっていうことはですね、まあロシアの方もちょっと態度を軟化させざるを得ないだろうなと。まあちょっとその停戦協議につくような動きになってくるんじゃないですか。うん、まあ飛んでる人多いですね。
ロシアはキエフとかと一緒でね、この集合住宅がねもうすごい建ってるんですよね。これがあの一種の特徴ですよね。あの日本でいう団地みたいなものが林立してますよね。アメリカとかヨーロッパってね結構一戸建てとか、まあヨーロッパはどっちかというとあのロの字の、上から見るとロの字のね、ま、あの住宅が多いんですけど、モスクワとかキエフはねこういう、まあ、中国もねどっちかって言ったらこういうタイプが多いですよね。今日はなんとかねクレムリンを探してみたいんですが、まあちゃんとね AI では再現できてない可能性ありますね。手作りで多分作ってないはずなんで、あの聖ワシリー大聖堂とかを手作りで作ってないと思うんでね。ちょっと右前方にね高層ビルの見えますけど、あれあの辺をもしかしたらドローンでですね、ウクライナが攻撃した場所かもしれませんね。まあでもすごい広いですね。もう広いエリアで、確かモスクワってね1300万人ぐらいいるですよね。あのまあちょっと拡大したエリアで含めるとそれぐらいいるんで、まあちょうどね東京と一緒ぐらいですよ。うん、一応聖ハリストス大聖堂にタグ付けをしてます。まあ、前方に見えるやつですね。で、まあ、そのちょっと北東ですかね、北東にクレムリンがあるはずなんですが、モスクワ大学がねこの辺にある、あ、あれかな、はい、この建物が聖ハリストス大聖堂ですね。あれ、モスクワ州立大学この辺なんだけど、あ、そうですね、あの前方に見えるあれがモスクワ州立大学のキャンパス、あのまあ建物ですね。この中洲の対岸にあるんですよね。まあちょっと行ってみましょうか。これね、州立大学になってるけど、ウィキペディアを見ると国立大学ってなってましたね。これですね。じゃあぐるーっと回ってクレムリンの方向に向かっていきたいと思います。
この左側にねちょっとしたビル街が見えますが、あの辺がドローンでやられたんでしょうかね。まあ今日はちょっと韓国映画を見てきたんですね。ムービックス昭島で、まあね、韓国、まあ最近ビッグモーターのいわゆるブラック企業というかね、まあああいう社会問題ありましたけど、日本ってああいう問題って最近少なくなってきましたよね。電通のなんか女性が自殺した事件とか、一時期ブラック企業というかそういうものが流行ったというか取り沙汰されること多かったですけど、で私の感覚としてもね、あんまり日本って その労働環境悪くないと思いますよ。うん、あ、多分ねこの辺がクレムリンですね。はい、この辺がクレムリンのはずです。ただまああんまり真剣にこう再現しようという、であとそのワシリー大聖堂がないですね。うん、だから何回かねモスクワ飛んだことあるんですよ。だけどその都度クレムリンが確認できなかったっていう。で、うん、だからあの辺だと思いますよ。さっきのちょっと緑に囲まれた部分ですね。うん、あそこがハリストスなんで、そのもう目と鼻の先なんで、うん、この辺だと思うんですよ。クレムリンこの辺のはずです。でそこのちょっとした建物、低いですけど、まあ官邸みたいなありますよね。これですよね。これが多分クレムリンだと思います。でまあ、そのビッグモーターとかの、まあ、企業の闇というかね、でそういうものを描いた映画でした。今日の韓国映画で、まあ、韓国の若者がブラック企業に入って苦労しているということを、まあ、告発しているような映画でしたね。まあ、韓国もね結構学歴社会で、でまあ、四大財閥で結構その、まあ、日本の猛烈に経済成長していた80年代とかにちょっと似てるようなところがありますよね。学歴社会でそのサムソンを頂点とする財閥企業に入れないと負け組だみたいな。で当時の日本も就職ランキングとかでね、商社とかマスコミとか保険会社とかですね、自動車とか、まああいうところに入らないといけないんだみたいな、そういう風潮ってあったと思うんですけど、まあ韓国もなんか さらに輪をかけてひどいんですよね。まあそういう中でその本来やりたいことがあるのにやれていない若者が神経をすり減らしているんだというようなことを描く映画でしたね。
まあかといってね、その若者がやりたいことをみんなやり始めたら、それこそみんな YouTuber になるのかとか、みんなアイドルを目指すのかとか、みんな何か芸術家になりたいとかね、まあそういう夢物語、でもこうなっちゃうと、その国はやっぱり破綻しますよね。それそんなだけで、ショービジネスだけでは成り立ちませんからね、国が。うん、やっぱりこう退屈だけど毎日同じ仕事をするような、まあ地道な仕事というものが仕事なんであって、まあ例えばアマゾンの配送センターでひたすら荷物を仕分けていくような仕事とかね、ああいう地味でつまらないかもしれないけど、そういう仕事が社会を支えているんですね。で、例えばその映画見て改めて思いましたけど、あの物を運ぶ仕事というのはもう非常に重要ですよね。あのヤマト便とか日本郵便とかね、あの日々アマゾンで注文頼んだらその人たちがいるから届くわけですよね。でコンビニ行ってポテトチップス買うにしても、そのポテトチップスの現物がコンビニに届いているから買えるわけであって、やっぱ全産業の基本となるのが物流ですよね。うん、それは思いましたね、やっぱり。でそれって地道ですごく汗をかくし大変な仕事なんですよ。トラックを運転しないといけないんで、ラストワンマイルの仕事ってものすごい大変ですしね。まあだけど彼らがいないとね、社会が回らないですよ。うん、それはみんな若者はアイドルになったり YouTuber になったりしたいでしょうけど、まあそんなんではね回りませんからね。だからあの映画もちょっと、もうちょっとこう経済の現実を見なきゃいかんし、まあ綺麗事だけではねやっぱりいきませんからね。まあだからその地道な倉庫作業とか物流作業とかですね、そういうものの現場をいかに良くしていく、改善していく、若者が潰れないように労働環境を良くしていくということが大事なんじゃないでしょうか。うん、例えばもっと給料を上げてやらなきゃいかんだろうし、ということは運送代をですね、お客さんが負担する運送代を高くしないとダメですね。結局そこが元になりますから。まあでもなかなかね、それが競争でうまくいかないんでしょうけど、まあ会社が従業員の給料を上げて、で、まあ、なるべくその残業とかを減らしてですね、まあ、1日8時間で回るようなシフトを組みたいですよね。まあ、なかなかそれも難しいんでしょうけど、なり手が少ないでしょうから。で何か余計な仕事ですよね、こういうものは全部 IT 化してですね、まあ、その残業をして例えば記帳をしないといけない部分を全部 IT 化で済ましてしまうとか、余計なそのデスクワークをなくす、まあ、案外どこの会社もね、こういう管理作業で例えばその記帳をするとかね、よくタクシーに乗ったら運転手さんがなんか台帳にメモしてますよね。あれ何をメモしてるのかよくわからないんだけど、まあ、行き先とか人数とかをやってんでしょうかね。まあ、業務日誌みたいなもんなんでしょうけど、ああいうのもね、まあ、ああいう要は管理業務ですよね。管理業務をできるだけ減らさないといけないです、 IT で。うん、だから基本となるものを運ぶ、これに集中しないといけないですね。
で、あとね、一番やっぱり無駄なのが、まあ、最近はだいぶ改善してきましたけど、不在だったから持ち帰るっていう、こんな馬鹿げたことはないんですよ。やっとコロナでそれが改善してきましたけどね、あの玄関先に置いて帰る、こんなの当たり前ですよね。アメリカからしたらこれ当たり前だと思いますよ。日本はね、やっぱり丁寧な国ですからね、玄関で手渡すっていうのがものすごく固定観念としてあったんですよね。うん、庭先に置いて帰るなんて当たり前のことなのに、それをやってこなかったとか、まあそういうちょっとしたね、考え方を変えるだけでだいぶ働き方っていうのはね、改善できるんですね。で、まあその一つがリモートワークですよね。まあほとんど正直ね、ホワイトカラーの、あの要は東京の本社とかで働いている人のほとんどはですね、リモートでできるんですよ実際問題自分なんか本当にそう思いますよ。リモートで全然できます。ただリモートでやると、まあ実際問題サボる人が出てきたりするっていうのも事実なんですね。でもそれはね、どっちかというと管理のやり方が悪いだけで、成果物の確認の仕方が悪いだけで、リモートでもサボらないようにする手法というのはいくらでもあると思いますよ。うん、それはあると思いますね。まあその辺もね、テクノロジーで変わっていけばいいと思うし、まあだから基本的に皆さんリモートで働く、ホワイトカラーはリモート、もちろんトラックの運転手なんかリモートではできませんし、配送センターの仕分けもできませんしね。あとはまあ工場で物を作るのもなかなかできませんね。やっぱり現地にいて調整しないとダメですもんね。工場のオペレーションをリモートでやる技術なんていうのも最近出てるみたいですけどね。でもやっぱりトラブルとかがあると、そこの現地で対応しないといけないですからね、全くリモートってわけにもいかないでしょうね。うん、まあこんな感じですね、モスクワは。それではどちらかに降りていきたいと思います。飛行場がね、ちょっとあっちの後ろ側にありますね。まあだけどコロナが3年間ね、襲いかかってきましたけど、これでだいぶ社会の構造が変わりましたよね。リモートってものが一般化しましたし、何かいろいろ変わりましたね。なんかインフレですごく物価が上がった気もしますしね。でますます
インターネットで物を買うのが重要になってきましたよね。だから物流というものがものすごく見直されましたよね。で、印鑑を廃止しろとかですね、例えば企業でも請求書を送るときに社印を押したりしますけど、ああいうのも廃止しろとかですね、まあそういういい動きもいろいろ出ましたよね。今だいたいね、役所に届け出る文書なんかは印鑑がいらなくなりましたよね。私なんか会社で結構そういう役所関係の提出物があるんですけど、まあね、印鑑を押さないといけない、代表印を押さないといけないようなものって本当に限られてますね、最近。ああいうのを国が率先してやりましたよね。結局リモートワークになると社員を会社に取りに行かないといけないから意味がないじゃないかっていう批判が出たんで、じゃあ役所に出す文書だけは印鑑を押さないで済むようにしましょうって言ってあれなったんですよね。まだ一部ありますけどね、法令上その印鑑が必要なものはいるんですけど、今までみたいに何でもかんでも社員を押さないといけないことはなくなりましたね。だからあれはすごく助かってますよ。まあ日本は何でもかんでもハンコ文化ですからね。銀行口座作るにしても何にしても、最近はまあ銀行口座も印鑑なしのタイプが出てきましたけど、何にしてもハンコをさせるっていうよくわからない文化がありますんでね、まあああいうものを見直していくだけでもね、でね、役所がちょっと対応してほしいなと思うのはね、役所に電子メールを備え付けてくれないかっていうね。今役所って電話とファックスで止まってるんですよね。電子メール作ろうとしないでしょあれ。あれは問題だと思いますね。だいたいね、遅れている業界は電子メール嫌がるんです。例えばね、証券会社なんかもそうですよ。あいつらは絶対電話かけてきますからね。で、なんでメールで、日々の株式情報をメールでくれた方が楽じゃないかって言ったら、いやそれは会社で禁止されてるんですよって言うんですね。今時そんなこと言ってる業界はまあ潰れますよ。で、実際その野村証券とか大和証券で株をやってる人って、まあ、かなり情報弱者ですよね。だって 1% 取られるんですよ。100万円の現物株を買ったら1万円手数料で、だから往復で2万円取られるんです。そんなバカらしいことないのに、いまだにあんなんで取引してる人は情報弱者ですよね、いわゆる。だからみんな楽天証券とか SBI 証券に流れていくんですよね。で、今の年寄りの人がもういなくなったら、もう地元の駅前にある証券会社なんか潰れますよね。まあ一部信託業務っていうかね、不動産の相続とかああいうのをやってる部署もあるでしょうから、まあ多少はスタッフは残るかもしれないけど、お金持ちを探して営業しに行くっていうのはもう今の年寄りが、だから新聞の業界と一緒ですよ。新聞もですね、今の年寄りがいなくなったらもう終わりなんで、あとまあせいぜい10年、まあ10年持ったらいい方ですね。10年持たないと思いますよ。なんでかというと、部数が減ってくると最低限のコストがペイできなくなるんですね。例えば新聞の事務所、配達事務所を構えたり、バイクを揃えたり、必要なその配達スタッフを揃えたりするのは、それ固定費がペイできなくなるんで、ある段階だからもう10年も持たないと思いますし、でましてやその地場の
あの証券会社の支店ですよね。国立にも 何店もありますけど、それ支店がなくなっていきますよね多分。それかもう本当に小さい、平米数の貸し事務所に縮小するでしょうね。スタッフも少なくなるだろうし、まあそういうんでコロナがそういう面をね加速させた面はあると思いますね。今日はつんのめりませんでした。はい、ご視聴ありがとうございました。